なるほど。事情はすべて把握した。辰巳、ナイトレイドに加わる気はないか。我々の工房で働いてもらうことになる。帝都へ出て出世して貧困に苦しむ村を救うつもりだったんだ。ところがその帝都が、ブラートはもともと有能な帝国軍人だった。だが帝都の腐敗を知り我々の仲間になったんだ。でも悪い奴ぼちぼち殺していったところで世の中大きく変わらないだろ。帝都の遥か南に反帝国勢力である革命軍のアジトがある。すると必然的に情報の収集や暗殺など日の当たらない仕事をこなす部隊が作られた。腐敗の根源である大臣をこの手で撃つ。その時が来れば確実にこの国は変わる。なるほど、すげえ。いわゆる正義の殺し屋ってやつじゃねえか。辰巳、どんなにお題目をつけようがやってることは殺しなんだよ。はあ、甘い甘い。こんなやつ仲間だなんて100年早いわよ。お前にその覚悟はあるか。報酬はもらえるんだろうな。ああ、だったらやってやる。決まりだな。修羅の道へようこそ。赤目、お前が辰巳の教育係だ。え、足手まといになるようなら切っていいぞ。うん、分かった。軍でのし上がっていくためにもできることは増やしておきましょう。おかわりまだ？あ、俺もね。お願いします。すっかり告発かい。